最近バイオハザード怖かったから。憧れガールズコレクションワンニャンペットショップ、もうちょっと声に若さが欲しいな。もうちょっと若いあの女の子の声が欲しかったな。結構ベテラン型の声やったな。名詞めんどくせえ。ああ、そういうことか。マジか、本名打てってか。めんどくせえ。めんどくせえけど、名前ぐらいはちゃんと、なんやなんや、今これ。へえ、いろんなのあんだね。この髪型ちょっとラーメン食べるときにめんどくさそうや。これ、どうにかなりそうちゃうか、ラーメン食べるとき。あんまり染めると髪型に悪そう、髪の毛に悪そうやから。若干私釣り目なのかな。まあ、いや、こんなとこで。てるゆきさん。ふざけとんな。まあ、体験版やし、ええやろ。とりあえずもう、出勤ってまた嫌な言い方やな、もう。出勤ってもうちょっと、もうちょっとふんわりとした言い方ないか？出勤ってまたガチの言い方やんけ。こういうもバイオハザードに疲れて動物をめでたい俺には辛いで。もうそんな客いんの。おはよう。ありがとう。よろしくね。一日だけやね。まあ一日だけっていうのならね、こういうのはね、もう一日だけやったらまあ楽しいんやからな。なや、お前も体験か。お前も体験か。全員体験か。客ちゃうんか、お前ら。へえ。なや、もうめんどくさいぞ。クエスト発生とかめんどくさいぞ。話を膨らませるな。距離を置け。めんどくさいことなんぞ。よっしゃ、来い。まず、はい。はいはい、ワンニャン。言い方がちょっとな。おお、リアリティ。嫌やな、前半だけでいいな。フリーってなんや、気になるな。フリーってどういうことや。とりあえず、ペットを可愛がる、ニンテンドックスみたいなゲームちゃうんか。ニンテンドックス買えなかったから、買えないから、体験版ないやからな、あれ。ニンテンドックス。子犬子猫と戯れたい。そりゃね、もう常識ですからね。点線の間に欲しい。よくわからんな。わからん。ちょっともうこういうのは慣れやから、もう最初の1、2匹はもう犠牲になっていただいて。ボタンは A か。なるほど。これは猫を横からしか全然見られへんやんけ。もうちょっと猫の方愛想よくお願いしたいんだけどさ。いいのか悪いのかよくわからんわ。終了しちゃったわ。もうちょっと戯れさせていただきたいな。すっげえよくわからんわ。時間経過がよくわからん。何時やったんや。そうなんや、俺うまいや。
プロになれるんかいな。なんやお前、なんか訳ありのめんどくせえやつめ。やだな、レジやだな、もう。午前、午後、時計の読み方がわからん、もう。どういう時計や、あれは。うわぁ。はぁ、レジや、嫌やわ。うん、バーコード。どういうことや、もう。よくわからん、もう。もう最初の10円や20円ぐらいええやろ、もう。うん。わ、向きも整えろってか、めんどくせえ。どれや、ちゃんと客も客でバーコードを見えやすいように出せ、バカ。客やからって偉そうにしてんじゃねえぞ。お客様は神様っていうのはあくまで、店員側の心構えのつもりで、客は客で、俺は神様やぞって偉そうにしていいわけじゃないんやからな。客は客でそんなバラバラで出すなよ、もう。もうちょっと相手のこと考えてやれよ。まったくよ、ろくでもねえ客だな、おい。150点でも200点でも、ハンコ3個もらえるんやったらもう、100点50点でも、ハンコもらえんだろ。フリーか。次フリーか。うん、ねえ、もう、仕事ってもう基本的にな、もう早さを要求されるっていうのがな、悲しいところやで。余裕を持つことができないんやろな。難儀やね。お客様のことを思って親身にやりたいところなんやけど、時間を考えろっていう話になるからな。戯れられんのか。来い。よろしくね。なんや、俺はもういろんなゲームで模様替えとかそういうモードあったとしても全然やらへんからな。うん。わからん。模様替えはもう全然こだわらへん。全然犬と戯れられへんやんけ。オッケー、とりあえず置いとけ。前やってた動物の森も、あれや、模様替えとか全然せず、家の改築、増築ばっかやってたな。お。自由。戯れさせてください。ああ、クエストね。青い人を吹き出し出てるやろな。ペットのとこ行かしてくださいよ。悩んでるな、青い人。やっぱね、複雑。よっしゃ。プレイルームや。絶対このモードや。よっしゃ。来たぞ。ええ。こや、どうすんねや。どうすりゃいい。Y で近、どうするんや。撫でるとか、見るのは分かったから。体験版やからできひんのか、こいで。な、見ることしかできないって。もっかいチャレンジや。プレイルーム、もっかいチャレンジや。次は猫や。こっちだっつってんだろ。そう、こっち。こっちだ。いけ。そう。違う。そこ、上。そう。そうや、そう。ここ。ここ。もうちょっと下。ここ。何にも思んない。何にも楽しくねえや。全然戯れられへんや。かわいいなぁ。かわいいけど、YouTube 見てる方がマシやで、ね。